ヨーヨー、俺がファンクだぜ、聞いてるかアマチュアラジオ、洗面台オナニー。全国つつうらうらの皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、こんばんち、ウラサイファーのペコと多目的ボウボーチのやめとけや、まあ、もう頭からよブブブブブケジです。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあちょっと、予定してた日とはちょっとずれて、今日は6月12日に収録しております。そうですね、何の日ですか今日は。今日はなんか毎日あるやろ何の日みたいな。あー、今日恋人の日やで。え、嘘、調べてみ、ほんまやから。ほんまや。え、全国何これ、学園組合連合会が1988年、ブラジルサンパウロ地方では縁結びの聖人アントニウスが死んだ日ってことかな。何ていうんだこれ。前日の6月12日を、恋人の日として。やばっ。そう、なんで知ってるかっていうと、はい、今日車に乗ったんですよ。ああ、言うね、車。そうそう、車ってなんか言うやんか、だから知ってたんやけど。へえ、恋人の日。そう、恋人の日なんやとか思って。このっていう、ね、恋人の日っていうのはさ、うん、そのどういうことなんやろ。そのカップルが、カップル2人をお祝いする日なんか、カップル同士がお互いをお祝いする日なんか、その、あ、どうなのな。でもやっぱり恋人と過ごすのを祝す日なんじゃない。へえ、なるほどな。だからまあ結構この日結婚してるかもね。あ、ありえ、だってジューンブライドとか言うもんな。って言うもんな、うん、そうやんな。でもなんか多分ジューンブライドはあれやんな、あの結婚式は減るからやねやろ。知ってる。あ、そうなんや。そうそう、6月雨やから。そうそうそう、で結婚式は減るから逆にだからバレンタインデーとかもそうやって言うやん、なんかチョコレートの消費、ね、そうそう、チョコレートの消費落ち込むから逆にそこで、はい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 、盛り上げ期間にして。そう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 、そうなんや。はい、全然知らんかったわ。梅雨対策ってことね。そうですね、もう梅雨入ったもんな。いやー、もうね、この後告知があるんですけど、明日できたら晴れてほしかったけど。え、もう雨よ、明日からずっと。嫌よね。いやー、まあでもしゃあないよね、こういうことがないとさ、やっぱり畑とかも難しくなっちゃうだろうから。確かに。まあでも去年って台風やった、うん、あ、なんかめっちゃすごいやつ来たかも、本気のやつな。一昨年か。え、去年か。去年ちゃう、休みになったやつやんな、仕事とか全部。そうそうそう、すごいすごいことになってたやん、去年やな。去年。いやー、1年がちょっとなんか、あれ6月やった、9月じゃない。いや、6月やで、あれ6月か。うん、梅雨の時期やったもん。何だっけ、なんかタンタンみたいな名前なかったっけ、何だっけな。そう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 、台風の名前な、なんかそんな可愛い名前のくせにめっちゃ強いみたいな。ランランとかタンタンとか、なんか、うん、ポンポンみたいな感じやったよね。はい、いやー、まあでもね、今年は自然災害は今のところね、そんな激しいやつがないから、もうこのコロナの状況に加えてそれは勘弁なんで、何もないことを祈りたいですね。そうですね、なんか、はい、の地震起こるみたいな、なんかあったような、一瞬の出回ってるやつ、南海トラフね、うん、ああ、それ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 、なんかね、ジャッジメントデーがこれやみたいな、なんか予言のカードみたいな、見た。ね、見た、うんうん、あれ良くないね、都市伝説好きの皆さんが。ね、うん、直木満章さんでしょ。あ、なんか土井健に似てらっしゃるという噂の。そう、え、その人は、ね、YouTuber さん？ YouTuber でしょ。へえ。まあ都市伝説ね、いろいろあるけれど、
自分は基本的に見ないようにしてるね。なんか信じちゃうタイプなんで、なんかなんていうか意識しちゃうっていうか、例えばなんか俺4時44分めっちゃ見るんよ。そのどういうこと？タイミング的に時計見たら4時44分であることがめっちゃ多いんよ。でもさ、別に4時44分自体は何もないわけやん、本来は。まあそうやない、言うたらその時間のうちの1分やん。 ただの一つでしかない、うんうんうん、それこそ今パッて見て23時50分もうこれも何回も見てるはずやねんけど、なんか一番意識してしまう数字っていうか、なんかだから多分気づいちゃうっていうか、はいはい、うん、覚え得たら勝手に意味付けしてもらってことね、自分で。そうそう、脳がもうそういう風に記憶しちゃって、うん、それがすごい嫌で、だからなんか4時44分をめっちゃポジティブに解釈したいなってずっと思ってんねんけど、なかなかこう難しいなと。なんかあれちゃん、ちっちゃい子がシシシって笑ってるでいいんじゃん。あ、いいね、うん、誰かが笑ってるっていう。なんかあの田舎の裸足の芸に出てきそうな女の子がシシシシシって、なんかジブリとか出てきそうやん。座敷嵐か、座敷嵐と思ったらいいんちゃう。あ、いいな、座敷嵐のちっちゃい女の子が笑ってる時間、シシシの時間。いいやんいいやん、守ってもらってんねん俺。ポジティブ。あ、めっちゃポジティブっすわ、ありがとうございます。いや全然全然です。そう考えることにします。あんま俺もそうやな、都市伝説全然なんか KG そういうの好きじゃ、好きじゃないというかせえへんもんな話。知らんねえ、うん、なんかでもどうやろう、あでもなんか宇宙とかは好きやけどな、うん、なんか未知なものは好きやけど、あんま陰謀論とかはそんな信じてへんかな、うん、なんかあれやん、ね、よくその何、うん、地震起こしてるとか、うん、今回もさ、そのパンデミック、中国の兵器やとか、中国が撒き散らしたみたいな、ありましたね最近兵器、うんうん、なんかあのでもこんなん言ったらすごいその好きな人にあれやけど、なんかでって思っちゃうというか。そうやな、うん、うん、まあ、証拠持ってこいよって話になって論争が起きて、まあ、結構不毛っちゃ不毛というか、そうそうそう、あとまあもう起こったことやから、その何、まあどこで起こったかも重要かもしれんけど、今起こってること解決すれば重要ちゃうって思っちゃうから、あんまなんか陰謀論やなんやかんやみたいな、あんまあれかな。そうね、ダボさん好きやんな、あんまり好きじゃない。まあダボさんとか三宅洋平さんとかね、よく見かけますけどね、見かけるような。否定はせえへんけど、あんまりやっぱり俺は結構な、うーん、まあ、自分もそういうことを過去にしてきちゃったタイプかなと思うからあれやねんけど、なんかもったいないなっていうか、その一個のそういう言動でなんか価値が下がることなんて本来ないはずやのに、なんかそうなってしまうやんか。俺は基本的にそれで音楽聴かんくなるとかないねんけど、自分はなんか世間がそういう風に思うやん、やっぱり。うん、それが結構なんか悲しいなと思う。だからその三宅さんとかダボさんって作ってるものがめっちゃやばいから、うんうん、そっちの方をやっぱりメインとして見てほしいのに、俺ファンとしてはね、はいはい、なんかそうじゃない部分ばっかりフォーカスされて、なんかそれはなんかもったいないなってめっちゃ見ながら思ってんな。ああいうのは信じる？なんかトトロのさ、サツキとメイはもう死んでるとかあるやん、うん、あ俺もそういうのも全然信じへんな。あ全然信じへんタイプ。そうそう、ただ自分が、うん、要はあの前も言ったけどさ、うん、こう監視されてんじゃないかっていうのはずっと疑ってんな。うん、トゥルーマンショーされてんちゃうかなっていうのはちょっと疑ってる。あなるほどなるほどね、なんかやっぱりそれは思うな。海怖い。そうやな、やっぱりなんかちょっとどこかに壁がある可能性はやっぱりまだ捨ててないな俺は。えでもさ、そんなん言ったら北海道一緒にライブ行ったりさ、福岡一緒にライブ行ったりしてるからさ、うん、そうやな。あいつあのジムキャリー言ったらもうその島の何橋から出られへん、出たことないっていう。あまあまあ完全に密閉空間やけど、まあでもその日本から出たことないね、うん、俺。あ
なるほどね。そうそう、だから可能性あんねん。まだ次見えてきたな、その8対サンフランシスコいやでもなんか仮に日本語ラップがどっかで、まあ、タイとかでもいいけど、うん、アジアとかでめちゃくちゃ流行ったらできんちゃうかなと思うから。確かに、ワールドツアー行きたいな。いいな、ワールドツアー。だって今んとこ俺の DJ って多分日本以外で絶対通用せへんからな、今んとこ。今んとこ多分。いやでも現地の人おるからさ、あいけんじゃん。いやでもチェックしてんのかな。まあでもまあこうとかは知ってるやろな。知ってるやろ。トラップやったらいけんじゃん、トラップやったら。いやでもまあ、トラップとかでも8時間よ。確かに。何するまあ何するか次第やけど、いやでもなんか海外はね行ってみたいっすよね。まあ何回もこのラジオでも言ってるけど、いい加減あのバッドホップみたいに行って、そうやな、向こうの有名プロデューサーと曲作りましょう。 そうやね、うん、そこがちょっと一旦の目標にはなってきてるからね。俺らもラージプロフェッサーと曲作ろう今プリモかラージプロフェッサーか、ラージプロフェッサーとキューティップとキューティップ DJ ボブとか、バーカ高そうあの5、60代の KW 社員が喜びそうなアルバム作ろうなんか昔新平君ダイヤモンド D でやってたんだ。あった。あれ何やったの、どういう習わせなの。っていうか R ってプリモのビートどうなったんやろな。あったね、それこそなんか UMB 優勝してニューヨーク行ってみたのあったよな。そう、あれどうなったんやろな。 R に聞いてみよう今度。そうやな、なったらもう一個あんだよ、小松義弘がシンペーターフューチャリングできる権利持ってるからな戦国で優勝してあーやー、なんかそういううやむやになってるものやっぱこの畑多くて面白いよね。うん、折り返し行こうや俺らで。とりあえずとりあえずその R のプリモのビートで小松と新平さんにラップしてもらおう。ああ新平さんのチャンネルで上げよう。ああいいな、あの、うん、リバイバル企画、リバイバル企画カニオも呼ぼう。カニオも、カニオ先輩やばいっすね。カニオ先輩やばい、懐かしい。一回やりたいわ、その失われた、え、なんて言われ、ロスト。オーパーツ、オーパーツ。オーパーツ、うん。オーパーツ特集、日本語ラップオーパーツ特集やりたいわ。それ、まあ、それこそね、この間、この、あれでやってたさ、ああ、隠れた名曲？そうそうそう。いや、あれとかも。その、名曲もさ、いい方の名じゃなくて、迷う方の名がやりたいな。ああ、そうやな。それは間違いない日本グラフってやっぱあるやん、特に真冬のそのさ、ラジオでもあの時もちょっと言ったけどさ、うん、真冬がゆえにさ、もうそのとんでもないガラパゴス的進化遂げた曲みたいな、そういうのをちょっと集めて、曲とか人とかエピソードとか、いやほんまにやっていきたいですね。そうですね、一回やりましょう。それぜひぜひ。なんか高木さんとかなんか出てくれんかな、ズームとかで。高木さんやったらまだ多分その時期から多分ライティングもしてたし、それこそ前話した人とかも多分接点あると思うからやってみたいけど、うんうん、特別会やりましょう、やりましょう、やりましょう。よし、じゃあ告知いきますか。いきましょう。はい、とりあえずですね、前のラジオでも言わせてもらったんですけど、はい、黒子のちゃうわ、言ってないな、多分発売してから初めてか、多分そうやわ、コブロさんと聞かんかった。そう、まだ発売してなかったかな多分。あ、そうかそうか。クロコのセカンドアルバムのライズオブ好評配信中でございます。バババババ結構ね、なんかプレイリスト入れていただいたりしてありがとうございますって感じなんですけど、まあなんかめっちゃいいアルバムやね。そのなんかバランス、はいはい、というか、うん、そのなんかほんまに黒人好みの素人肌っていうのがぴったりくるというか、うん、なんか聞きやすい中にも
なんか深さもあって、言ってることも1回で分かるけど何回も聞けるみたいな。そうやね、なんかそこは結構意識したかなっていうアルバムではあるんで、なんかスルッと聞いてもらえる感じも意識しつつ、じっくりも聞いてもらえる感じも作ったかなっていうのはあるんで、まあこのラジオにケントを招いて詳しいところは紐解いてもらおうかなと思うんですけど、やりましょうぜひ。まあそれまでの間ね、いろいろ聞いといてもらえると嬉しいです。はい、お願いします。お願いします。で、まあ日付、まあ、今日このラジオ上がると思うんで今日なんですけど、18時から、Keep the Noon というね企画がありまして、ねはい、僕らが十数年遊んでる梅田のクラブヌーンっていう、まあ、それこそ梅田サイファーとかクロコとかアマチュアナイト、ここら辺の出演者全員が通ってきた、まあ遊び場兼なんですかね、なんて言うんでしょう。だからそのよく俺、まあ、節目のライブで話すことやけど、その梅田サイファーっていうね、やっぱ梅田サイファー生まれのラッパーにとってお母さんみたいなところやと思うねや。ああ、その話な。はいはい。そう、ほんでヌーンっていうのは何かってやっぱ親父みたいな場所やと思うねや。その確かに、なんていうかな、うん、遊び方とかその振る舞い、うん、立ち振る舞い方とか、うん、教えてくれた場所というか、確かに、なんかそう、あそこがあったからやっぱ俺らずっとフロアで遊び続けれたし、うん、そこがやっぱここに今日につながってる場所なんで。確かに、うん、まあ当然な、 俺らよりもそのもっとあそこをそのダウンの時代から盛り上げてはった人らもたくさんいらっしゃるやろうし、うん、もっと俺らより思い入れとか付き合いが長い人もいはると思うけど、うん、やっぱ俺らは俺らでこう切っても切れへん場所というか、そうやね、大切な場所ですね、ほんまに。そうだから、それこそもう数々の著名な方があの場所でライブだったり DJ だったりされてきた伝説の場所ですね。で、うん、まあ当時俺18歳で初めてそのアマチュアナイトっていうイベント始めたのが2007年なんやけど、その1回目を始めるにあたって、まあ、ヌーン借りてその先輩にヌーンでやるんすよみたいな感じで言ったら、やっぱめっちゃびっくりされてでそんなマジでみたいな、 どういうコネでお前そこでやんのみたいな。でなんか結構やっぱりそれはハウスやってる先輩やったけど、はいはいはい、なんていうかハウスのやっぱりすごい聖地やったんよね、ずっとヌーンっていうクラブは。でまあ俺らがやりだして、まあそれこそ今その始めた当時に、まあ、今みたいな状況になったら多分俺ら何にも助ける力なかったけど、まあ、ほんまに十数年経って、まあ、俺と KG だけでフロアをパンパンにできるぐらいには力つけれたんで。そうですね、うんうん、まあ、今回お客さん入れれへんけど、まあ、オンラインで、その俺と KG のできる限界をやるんで、はい、うん、なんつうかな、まあその お金をやっぱり要する話にはなってて、まあ、どうしても、はい、まああのなんかね、今日あの見たあのヤフーのさニュース流れてきてさ笑ってもうてんけど、いやなんかそのちょっと今日てっぺいと会ってて、てっぺいがなんかそのライブのなんか、なんていうの、規律というか、うん、ルールみたいなのが出てて、ケジさん見ましたって言って、いや見てないねって、なんかほんま結構笑ける感じでしたみたいな言ってて、後で見ようと思ったけど見てないんやけど、どんな感じの。まあ要はなんかその2メーター開けてまずやるのが大前提で、はいはい、でそれってどんぐらいかっつったら、スタジオコースと、UMB の決勝大会行われてるスタジオコーストって2400人キャパやねんけど、はいはいはい、そこでマックス入れるのが150人にまずなるみたいな。でそれやったら開催していいっていうのがまず1個の条件と、でそれがもし無理な小さいクラブやったら、演者が、あのフェイスシールドをつけて演奏しろというような内容が、まあ、一応その公にアップロードされたっていうか、まあ、噂されてるっていうレベルで上がって、でもほぼ確定情報だと思うけど、
フェイスシールドってなんか顔の前にあの透明のさお医者さんがたまにつけて貼るやつ。なんか逆にそのまあ人によるけどやけどテイクとかは似合いそうやな。そうやな、テイクとか ポジティブに。コブドウさんもなんかおもろい感じで仕上がりそうやし、俺とかちょっとあんま合わんかもしらんけど、俺とかメガネかけてる人とかさ、うん、はいはいはい、物理的に厳しいやんか。で、まあ、確かに、まあまあそういうガイドラインを発表しますっていうのをなんか、うん、まあリークされてるっていう感じやと思うねんけど、まあでもさ、そのなんか俺基本的には文句言いたくないねんけど、これに関してはみんな頑張ってるとは思うっていうこと大前提やけど、まあ、大の大人が集まってライブハウスのことを考えて、うんうん、この提案しか出てこないっていうのは結構やばいなと改めて思って。うん、もうなんかそれやったらさ、もう閉めろと、閉めてあのちゃんと給付金あげるから、そうそうそう、ワクチン出るまでは耐えてくれと。そう、そういうやり方がやっぱ必要やと思うねん俺も。もうその中途半端に経営はやってもらっていいけど、この条件出せへんかったら摘発しますみたいなノリが一番あかんと思うし、それやったら俺らも工夫してやらざるを得ない。だってもうそうしないと守れないからっていう話になってくるんですけど、まあ、まさにヌーンはそういう状況にあるんすよ。詳しく言えない部分がほとんどやけど、まあまあ要はお金が必要な状態です。なので、まあ、DJ プレイ3時間半と KG 30分ライブっていう形で明日、まあ、今日はやらせてもらうんですけど、はい、あの見てもらって、まずそうっすね、余裕ある人は投げ銭やっぱりしてほしいです。でもなんかいつも見てくれてる人とかももちろん見てくれると思うんで、無理するものでもないんで、あの盛り上げ、チャット盛り上げるだけでもいいし、まあ、拡散してくれるっていうのも一つやし、なんか、そう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 、何らかの形でね、うん、ほんまにあのお金なんか出さなあかんもんでもないと思うんで。そうやね、ディッテコヤンのプレイが良くて、うん、俺のライブがアクトが良くて、なんかそこで感じるもんがあって、この人らあこんなヌー好きなんやみたいな、とか自分らのそのなんかプレイとかアクトにお金払ってもいいなと思ったら、その対価もらえたらそれがヌーに入るし、うん、でね、なんかそのさっきペコ言った通り、こう私ちょっと今月厳しいから、じゃあちょっとツイッターでみんなに面白いのやってるよって呼びかけますとかでも全然いいと思うし。いやほんまに全然それでいいっす。うん、あとね、ヌーはカフェ営業はしてると思うんで。そうやね、例えば今回投げ銭ね難しいとかやったら、全然また給料入ってからとかでいいんで、うん、友達連れてヌーンでお昼ご飯食べるとかでも全然ありがたいなと思うんで。そうやね、ほんまになんかそういう、うん、なんかたかだかこれだけじゃって思われるかもしれないですけど、やっぱり塵も積もればっていうところで、いやほんまにそうですね、やっぱり数がやっぱりね大事なんで、それは皆さんの気持ちであったり額であったり何でもいいんですけど、とにかく俺らも広めないと、まあ、状況変わらないなと思ってるんで、まあ、そこをなんとかご協力いただければと思いますので、うん、よろしくお願いします。はい、まあ、オールスタートまではいかないんですけど、明日は結構豪華な、お、ね、豪華な感じにできるかなと思うんで、まあ、どんだけ僕らが、ね、その普段は何億ってギャラ、ジャスティン・ビーバーぐらいギャラもらってる僕らですけど、うん、そんな僕らも明日はただ働きで愛情だけで働こうと思ってるんでね。せやでほんま、うん、言ったらジャスティン・ビーバーのライブタダで見るとほぼ一緒やと思ってもらえたらね。まあまあそういうことだ、はい、みんなよろしく頼むぜ、うん、そういうことだ、うん、任した、俺らは精一杯やるから、あとは任したみんなに。 We are Justin Bieber's なんせん、あはーん。ペコヤンがジャスティンで俺がビーバーでいきましょう。 Word up、あはん、 Word up、 チェックしとけ、チクプーブレということでよろしくお願いします。はい、で、話変わりまして、来週19日に19日、はい、梅祭べしゃり場の第3回、3回です、はい、コペルキッチンをやりますということで、はい、コペル×ガガというね、
こう梅田サイファーの中でも脳みそが飛んでる2人を組み合わせるという、はい、なかなか危険な、ほぼ縛ない脳みそに両共にお二人ともほぼ脳みそにシワが見当たらない、ツルツル天皇、はい、ツルツル天皇の脳みそ、動物的な感だけで日々生きてこられてるお二方をお呼びしてとんでもない、そうなんですよ、とんでもない企画をやるんですけど、はい、ちょっと企画を説明してもらうと、はい、ですね、まず、ガガに我らがイルスワクガガさんですね、はい、イルスワクガガさんのことをちょっと説明すると、先日ガガさん、あの彼女とデートされたそうなんですが、彼女、土曜日にガガさんの地元名古屋に入られまして、そのまま日曜日の夕方4時まで一切何も食べさせてもらえないという過酷なラマダンデートをされて、きつ、ただやることはしっかりやりながらのラマダンやったんで、多分さぞお厳しい状況を過ごされたと思うんですけど、ね、なるほどね、人生で、あのほぼ初めての彼女にそんな厳しい仕打ちをする脳みそツルツル天のガガさんですが、うん、そのガガさんがですね、コペルからちょっと難しい料理名、例えばビーフストロガノフとか伝えられまして、うん、ガガさん買い物に行きます。でガガさんが想像する、まあ、そのビーフストロガノフっていう、ビーフであったりとか、響きから想像できる食材を買ってきてもらいまして、うん、調味料と合わせて、はいはいはい、でそれをもとにコペルがなんとか、コペルは料理上手なんで、なんとかかんとかそれに近づけていくという企画でございます。きついね、何ができるか、ギャが出るかですね、ギャが出るか、ほんまやで、まあとんでもなくうまいものができるかもしれない。そうですね、言っても、まあ、ガガさんそのバックパッカーで旅されたこともあるんで、ってか各地の料理はもしかしたら知ってて、ほんまにそれ買ってこれるかもしれないんで、ああ、まあそれはありない。じゃあそれも全然、それはもうあのボケとかなしで、そこはもうそのなんていうかな、コペルが伝えたものがガガさんに、まあ、調べはさせないんで、その前日まで、その一緒に買い物行くまでガガさんに伝えないんで、Google とかもなしで、うん、なるほど、だからもうそこは出たとこ勝負ですね。もう完全にその場で、まあ、俺もだってその多分カタカナの料理言われて、今ビーフストロガノフとか言われたけど、もうそれがまず分かってへんからさ、もう俺もピンと切れへんな、なんか多分ハヤシライスの中 に、 あなんかに、はいはいはい、カレーの肉入ってるシチューみたいなやっちゃうかなみたいな、勝手に思ってるけど、なるほどなるほど、あでもそれだけ聞いたらやっぱりなんか料理次第やけど、美味しそうなやついっぱい、だからガガが何を想像するか次第やな。そうやね、だからそのガガがさ、これちゃうかなみたいな、さっきみたいにシチューに肉入っててみたいなのやったらいけるとは思うねんけど、うん、そのもうガガ多分俺の予想やけど、やっぱすごいなんていうかな、言ってもアホやから、うん、そういう逆算的な考え方せえへんと思うねや。まあ確かに、なんかビーフストロガノフ、ビーフ牛肉ストロみたいな、なんかオスみたいな、トロマグロのトロみたいな、なんか多分そういう考え方するんちゃうかなと思うねや、はいはいはい、連想ゲームしちゃう。そう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 、きついわ、トロ入ってたきついわ、きついやろ、もう生臭さいけますもんな。でしかもね、そのできた料理を、梅田イーツと題しまして、まあ、ちょっと近場にしないと無理ですけど、うん、ちょっとお届けしたいなと思ってるんで、はい、ということで皆さん、これあの参加される方ぜひともよろしくお願いします。そうですね、8時からで、はい、ネットでの配信チケットもありますし、一応、ロフトプラスワン人ちょっと入れるってことなんで、現場で見ることもできますし、うん、現場で見た方はコペルがちょっとなんか軽いおつまみ一品作ってくるって言ったんで、まあ、軽くそれ食べながらドリンク飲んでもらえるかなと。なるほど、いいですね、いいと思いますね。司会は工作さんなんで楽しみにしててください皆さん。はい、はい、じゃあ次が、これは結構でかいやつですね、前から言ってる、27、はい、28日に、24時間ウォーキング、はい、100キロ歩きます。100キロ歩くと KG コーラ工作くんの3人で、配信しながら歩くっていう感じなんですけど、この間ね、昨日も話してたんですけど、はい、50キロ練習で歩いたと。はい、そのどうだったんですか。いやもうね、まあこのラジオ聞いてる人は言ってもそのある程度、自分のパーソナルな部分分かってらっしゃるとは思うんですけど、そうやな、うん、まあ、言うて結構その俺って
ットワーク軽くて、まあ何でもしようやとか、いやできるってみたいなポジティブな人間に近しいと思うんですよ。あんまなんかそのネガティブなこと考えたりせえへんし、いやね、うん、できへんって言わんタイプなんですけど、結構ね、まあ最初30キロ35キロぐらいまでは、あ、まあまあいけそうやなと思ったんですけど、うん、あの35キロ超えたぐらいからもうずっと左足がつってるっていう状態が始まりまして、はいはい、でね、まあ40キロで帰ろうかなって最初ちょっと思いまして、まあ一応40キロになった時点で次も45キロは歩こうかなと思って45キロまで歩いて、うん、でまあ最後50キロまでなんとか頑張って決めた通り歩いたんですけど、もうね、まあ、48キロぐらいからもうずっと心の中でごめんなさいって言ってましたね。その今までの自分のしてきたなんかことが今この体に起こってる全部なんやみたいな、その悪いことしてきた分がそのカルマが今体にのしかかってんねやみたいな、わけわからない考え方になりまして、はいはいはい、で最後50キロ、歩いた時にはもうなんか泣いてましたね。まさかの涙を流すと。そう、練習ではあ、だってその倍でしょ。その倍ですね。だから結構リアルにほんまにしくったら生命の危機みたいななる可能性もありえるぐらい結構エグかったですね。そのさ、なんか全く想像つかへんねんけど、はい、そのまあ歩いてて、まあ、体おかしくなるやん、はい、絶対その感じやったら、うん、でもさ、うん、そっから倍いかんわけやん、そのやろうとしてることとしては、はい、それいけそうな、うん、そのいや、まあそれいけるんですかって聞かれたら今2つエンジンで楽勝やでとはよう言わんけど、なんかいかなあかんと思ってるって感じですね。硬い、なんか硬い何かが自分の中にあると、確固たるなんかその信念というか、へえ、いや、なんかやっぱそのこれ、まあ、前のラジオでもちょっと話したんですけど、うん、やっぱなんか無駄なこともっとせなあかんと思うんですよね。そうやね、なんかその巨大なネガティブみたいなこう今渦巻いてるじゃないですか。そうやな、どこ見ても、うん、左見ても右見てもいろんなそのことが起こって、だからなんかそれに対抗したいっすね。なんかその、いや何の意味があんねんそれみたいな、わけわからんやんけこいつみたいな、その言ったら誰に頼まれたわけでもなく、別に歩いたからって何かもらえるわけでもなく、でもなんか100キロ歩いたらおもろいんちゃうかなみたいな、それなんかおもろいでちょっと生きていくことを最近忘れてたなっていう、はいはいはい、なんでまあ俺が100キロ歩いて、ペコヤンが24時間 DJ して、まあそんな感じで梅田サイファー24時間耐久呪術つなぎみたいなしましょう。ファンク24時間サウナ入れたりとか。サウナはあかん、死ぬ死ぬ普通に死ぬ、ね、あんだけでもそのポヨンってしてるからいけんちゃう。いや無理やろ、もうなんか多分そのおかしなるやろサウナは。じゃあ何やろ、なんかまあみんなそんな感じで、じゃあ24時間ちょっと耐久もの回していきましょう。なぜね、ちょっとあかんと思う、このままじゃみんなネガティブなりすぎ、ポジティブにいきましょう。そうだね。なんで皆さん100キロ、別にコメントでもいいし、なんか一緒に歩いてくれるとかでもいいし。そうやね、まあ24時間のうちどことは言わんけど俺も出てくるよどっかで。そうですね、結構みんなに出てほしいっていろいろ伝えてるんで、結構見応えある回になるんちゃうかな。ただそのなんていうかな、まあこうさ、普段ラジオとかで、まあ、2時間3時間喋ったりとかさ、まあいろいろライブも1時間ライブしたりとかいろいろあるけど、うん、まあ言うて元気な感じでさ、みんなと接してるけどさ、うん、多分その言ったら梅田ギリギリになって喋ったりできんのかなみたいな不安もあるような。
いやだって50キロ超えたとほんま喋れんのって感じだけどな。まあ、ちなみに年始の時はもう一言も何も喋れへんかったの。やばいな。やばい。いやだからなんかコーラ死んでまうんちゃうかなと思ってんな。離脱ありえるっしょ全然。まあまあまあそれ無理してやりきらん方がええやろしな。その倒れそうね。まあまあそうだね。なんか人命第一。もうわけわからんよな。そのなんていうかな、あの例えば KG 死にましたみたいな、なんでなんつって、いや100キロ 歩くっつって歩いてっつって80キロ時点で息絶えたっつったら、いや笑けへんけど笑けるね。出来事すぎるから。あかんよそんな、絶対やったらあかんからね。でもな、芸能人の人100キロ走ってはんもんな。100キロマラソンね。いやでもね、やっぱ24時間テレビどうなるな。だからその走ると歩くでは訳が違うんかな。なんかな、でもあのなんかなんていうかな、その疲労感とか疲れっていうよりも、うん、言ったら体が多分その5時間6時間以上動き続けるってことに対して、うん、体勢がないねんなってめっちゃ思ったの。歩いてて、なるほどね。そうなんかそのなんていうかな、息切れてしんどいとかじゃないね。うん、もうなんかただ単に足がずっとつってるっていう。まあまあそのそれはね、そういう風に作られてないもんね、体が普段から。そうですね。そうか、まあまあでもね、体操とかしながらうまいこと歩いていってもらえたらと思いますんでね。うん、まあ最悪転がっても這ってでも前へ、奪ってでも前へって感じで。這ってでも。はい、のりきよさんでという感じでお願いします。はい、まあ、無理やせんようにという感じで、告知まですでに1時間ぐらいが経過しようとしているアマチュアラジオです。はい、あれそんな経ってる。まだ15分ぐらいちゃう。じゃあ、お便り読んでいきます。今回もね、はい、ブブブパーン、今回もね、お便り本当多くいただいて皆さんありがとうございます。あの特典ですね、皆さん聞いていただいたりステッカー気に入っていただいたりすごく嬉しいんですけど、まあ、できる限りこういろんな方に届けたいんで、2回目の方はちょっとあの送らないっていう方針でいこうと思うんですけど、ただ、はい、あのお便りはあの平等に読ませていただこうとは思いますので、よろしくお願いします。じゃあ、まず一つ読みますね。はい、ラジオネーム P ちゃん、 KG さん、ぺこさん、こんばんは。こんばんち。先日の花金とても楽しかったです。開催ありがとうございました。早速ですが、お二人が知ってるちょっと言いたくなる豆知識を教えてください。はいはいはい、はい、ちなみに私はコアラはほとんど水を飲まないですということですね。 P ちゃん、 P ちゃん、俺が昔飼ってた実家の名前 P ちゃんでしたね。奇遇、奇遇。さあピーちゃんの出してきたコアラは水をほとんど飲まないというすごく絶妙な可愛い情報をいただきましたけどね。なんか豆知識ありますか。豆知識な、いや多分結構あんねんけど、今パッとなんかないですかって言われたら、その最近ダンゴムシよう観察してるって、うん、まあこのコーヒーの柄あげるって言ってたやん。言ってたね。そうそう、ほんで最近いろいろ観察してて分かってんけど、うん、あのダンゴムシってそのご飯があっても立ち止まらんな。だから普通のさ動物とかイメージ、虫とか何でもさ、アリとかさ、けどさ、うん、あったらそのまあ立ち止まって、うんうん、食べて、ね、で巣に持って帰るみたいな感じやん。ドンゴムシはどうやらな、なんかあってもそこに止まらずにちょっと食べてすぐまた歩き続けるみたいな行動すんな。へえ、あんま食わんのかな。多分なんか
あんま食わんし、食うのも、うん、そのなんていうの、止まって食うというよりはずっと動きながら食ってる感じすんな。へえ、なんなんやろね、その、いや、謎やな、あれかな、多動症的な。あ、でも多分そうやと思う、うん、落ち着きない感じや。へえ、豆知識ですね。でも可愛いな、確かに、うん。ダンゴムシかわいいな。なんかダンゴムシかわいいっていうの、 何考えてんのかな。ダンゴムシかわいいっていう目線で見たことなかったな。ん、何考えてんのかなっていう、うん、なんか、でも脳どういう虫なのね。土の中で暮らしてんのか普段。そうやね、なんか、基本土とか、まあ、石の下とか居張って、うん、で結構多分夜行性っぽいね。夜結構遅い時間、ちょうどこれぐらいの時間になってくると出てくる。うんこらうんこら、そう、地面の中から出てきて、で歩き回りながら落ち葉落ちてて、多分落ち葉とか食べるっぽいねんけど、その落ちてて食べれそうなもんをずっと歩きながら探してるみたいな感じやな。へ、うん、じゃあ食い物探すために出てくるんやな。まあでも大体でもみんなそうやんな、多分動物って。もう一日中その食い物食って、食い終わったら寝てみたいな、まあ まあ、それがすることないもんな、人間みたいに。なるほどね。ダンゴムシいいじゃないですか。相変わらず気に入ってるね。気に入ってますね。言ってね、結構自分は動物とか虫とか大好きなんで。確かに。あ、いっぱいあんで、例えばね、ちょっとアフリカの場所は忘れてんけど、アフリカ、アフリカ、アフリカの場所で、まあ、隕石が落ちてクレーターになってるエリアがあるんや、はいはい、ほんでそのクレーターの中には、まあ、サバンナやからいろんな動物がいんねんけど、うん、普通のサバンナのチャンピオンってライオンやねん、やっぱり。そうやな、言ったらライオンが狩りして一番、ね、その余ったやつをハイエナが食うみたいな、うん、でもそこのクレーターはハイエナが一番強いの、ライオンが一番弱い方やねん。へー、なんでかって言ったら、その隕石が落ちてクレーターになってさ、うん、でクレーターってヘリがこうギュインって上がってるやん、うん、それが高すぎてそこはもう隔離されてしまってんやん、うん、まあ、でライオンが、うん、その、地下室、自分の血がつながってる地下室、ものと、まあ言ったら、赤ちゃんを作りすぎて、はいはいはい、交配しすぎて、で血がさ濃くなりすぎると、うん、病原菌とか、体の免疫が落ちていくんで弱くなるな、うん、そう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 、ほんでそれがまあもう何千年も続いてしまって、うん、すごい弱いライオンになってる、ね、そこのエリアだけ、一角だけ、はいはいはい、まさにガラパゴス的に、逆にそうハイエナがすごく強くなってるっていう、うん、すごいよな。すごいね、そういうエリアがあるっていうことやもんね。すごい、そう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 、それはすごいわ。やっぱ面白いね、そう、動物の世界。いや、生き物って結構おもろいな、うん、そのなんかアリとかもなんせやっぱ昆虫が結構すごくて、まあ確かに適応能力がすごい高いもんな。せんあとほぼ無駄ないねやん、うん、言ったらもう超システマティックで、はいはいはい、一切ブレへんみたいな、うん、その例えばなんか、ハキリアリっていう、まあ、有名な、うん、知ってる人は知ってるけどアリがおんねんけど、そいつとかはそいつらはその葉っぱ切って巣に運んで、その葉っぱにキノコの、菌がついて、うん、でその菌を育ててそれを食べるみたいな、うん、言ったら自分たちでその畑作ってみたいな、うん、栽培してご飯食べるみたいなアリで、なんかそういうのすごいよな。すごいね、それをなんか本能的に後々学んでやるわけじゃないっていうさ、まあ何年も変わらずそれをずっと、何年っていうか何千年か何億年、うん、そうやな、多分虫とかやったらずっとそれやってるわけやもんな、うん、すごいよねそれは。すごい、逆に人間ってほっといたら何するんかな。まあでも考える力あるもんな、そのまあ今は少なくとも、ま全くさ、うん、何
ないところそのゼロの見たらゼロのところで生まれてさ、どんな行動しだすんかな。まあでもまずそうやね、そのまあそれはもう誰しもがずっと思ってるだろうけど、そういうゼロのところからここに至るまでのプロセスにね行くまでどういう感じやったんですかね。まあなんかでも最初はなんか最近読んでる本でなんかホモサピエンス全史みたいなのがあって、言ってたね前、うん、言ったらそうそれ結構面白くて、まあいろんなそのエピソードとかに、やっぱ最初人間めっちゃ弱かったらしいな。まあ、そりゃそうよね、だって赤ん坊として生まれてきて、やっぱ子供育てたら分かるけど、ほんま何もできへんからさ一人で、うん、なんかやっぱまあ人間がもともと物を使うようになったもん、なんでかって言ったら、うん、狩りするためじゃなくて、うん、人間って食べれるもんがほんまに自分で、その自然界の中じゃ弱いから取らへんらしいんや、うん、だから落ちてる骨、その肉食獣が食べ終わった骨とかを割って食べてたら、中の髄を食べてたらしいんや、ね、はいはいはい、そうそう、ほんでその骨を割るために道具を使い出したらしいんで、それぐらいへちょかったみたいで、それがねえまあ最強の生物になってるからね、ほんまに牛耳ってるわけやもんな、うん、だからまあほんまに億単位で見るともしかしたらね、また違う何かが支配してる可能性はあるよね、人間であってほしいけど、人間としてはまあそれこそだってなんかさ、それこそ都市伝説みたいにさ、なんか人間は宇宙人が飼ってるペットですみたいな言われるやん、ね、はいはい、なあ、だからそんなこと言い出したらな、俺らでさえ家畜かもしらんみたいなのもあったりするのあるね、うん、いやほんまこの話出すとね、どんどん広がっていって宇宙に行くよね、やっぱ最終宇宙行く宇宙もすごいからな、宇宙もほんまわけわからん、宇宙はわけわからんな、わけわからん、ほんまに考え出したら寝られへんかな、もう寝られへん、だってこっち側からしたらもうほんま宇宙から見たら俺らなんか一瞬なわけやん、ね、うん、ピューンみたいなさ、そういう意味ではそんなちっちゃいことで悩んでてもしょうがないなと思うね、そういうふうにも思えるというね、うん、思える、いやなるほど、だからみんな悩んだ時は宇宙のことを考えましょうですね、はい、まあ動物豆知識 KG からの紹介でした。じゃあ次いきましょうかね、いきますか、なんか呼んでもらえますか、じゃあはい、ペコさん、ケイジさん、こんにちは、はい、アマチュアラジオは初期からずっと聞いていたのですが、お便りは初めて送ります。お、マジですか、ありがとうございます、はい、僕は今スロットで生活しているスロプロなのですが、すげえ、仕事柄一日中目を使うので、うん、最近とても視力が悪くなったように感じます。はいはい、そこで質問なのですが、お二人は視力を落とさないための方法やケアなど知っていますか。はいはい、知っていたらぜひ教えてほしいです、うん、いつもスロットを打ちながらノイキャンイヤホンでラジオを楽しく聞かせていただいてます。 ありがとうございます。今は何かと辛い時期ですが、これからも頑張ってください、はい、ラジオネーム正確な性格さんから。はい、ありがとうございます。正確な性格さん、ありがとうございます。すごいスロプロ、すごいですね、梅田サイファーはスロットする人らことごとく飲まれていってるというのに。誰がやるっけ、ファンク、コペル、ファンク、コペル、タウさん、ガガ、あ、やるんや、タウ君やるやる、まあその4人ぐらいか。ドイケンもなんかファンクと一回うちに行ったみたいな言ってた気がするかな。まあでも全然スロットかパチンコかあれ分からんけど、ビギナー系でしょ、ビギナー系やと思う。あと誰かする人、そんなとこちゃいます。からすればスロプロってだって月まあ20万円ぐらいは少なくとも稼いでるってことでしょ、これで。そういうわけですね、言ったらその向こうプロから何プロのラッパーみたいなもんだよな、こっちがアマな、アマスロからしたら
プロスローは何なんやろ、結局運なんじゃないのって思うんだけど、違うんやろね、プロがいるってことは。いや違うんやろ、その機械の特性であったりとか、なんか設定見は、なんか俺もそのめっちゃ詳しいわけじゃないけど、まあ、その設定が1から6まであって、うん、6がよく当たる台で、1が全く当たらん台でみたいな。で多分その1から6までの設定の6を見分ける方法とかをよく知ってはる人なんじゃないかな。へえ、そういうのが運以外の要素で決められてんねん。それはどうな、そのお店としてはありな、そのなんていうの、プロ操作してるっていうかさ、その設定を。いやまあそれはでも全然ありなんありなんかちゃいます。まあそのありなんかなしなんかで言ったら、まあお客さんからしたらやめてくれって感じやけども、そうでもせえへんと店儲からんやろうからな。だって日本のパチンコ産業、まあスロットとパチンコ、はい、産業ってすごいよな。絶対すごいと思う。結構4本ぐらいの柱あったら1本じゃないって思うけど、その日本の経済の30兆円産業。あまあまあ、外食が確か25兆円とかじゃなかったかな。だから結構やっぱすごいな、産業として。そんだけ飲まれてる人もいるんやろっていう話やけど、てかもう飲まれてる人らばっかやろねえ。でその中でプロですからね、正確な性格すごい、すごいよな。へえ、ほとんどの人が登れへん山を行ってるわけやもんな。行ってるわけやもんな。すごいな、エベレスト土地をしてるようなもんやもんな。かっこいい。渋いな。渋い。視力使う、まあそうか、電子パネルみたいなもんやもんね、あれもずっと見てたら。それはゲームやってるのと変わらんやろから、ね、悪くはなれる、うんうん、しかもなんかパチンコ店ってなんかちょい食らない、パチンコっていうかまあスロットや。あなんか確かに暗い感じ、やっぱ機械が光ってるから映画館と一緒なんかな、その暗い方が雰囲気出るみたいな。いやでもなんかさ、あごめん、あのパチンコっつったけど今パチンコは明るいと思うねんか、でもなんかスロット黒いねん、暗いねん、なんかその俺か闇金牛島くんでしか見たことないねんけど、なんかわかるで、うん、なんか暗い。やっぱでもさあれちゃう、そのパチンコはおじいちゃんとおばあちゃんがするから明るくしてて、うん、なるほどね、スロットは若者がするから暗くしてはるんじゃんかもしれんな。でも確かに、うん、まあでも視力ね、俺とケージどっちも悪いからな。そうですね、あんまりなんかいいアドバイスできへんな、うん、できないですね。ちなみに自分は 0.001 ぐらいですね、視力。俺も、0.1 より下やから 0.001 ぐらいやな。うん、そうですね、1かどうかあるけど 0.1 よりは全然低いですね。もうメガネないとほんまに何もできへんみたいな、うん、俺もそうね、だから普段はコンタクトで過ごしてるけど、まあでもなんか視力落ちるのって筋力やろ結局。え、あなんか言うよね、目の周りの筋力がそのなんか言ったら目がキュッキュッってならへんからってことやんな。そう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 、弱くなってるからって言うよね。言いますね。だなんかあの、なんていうんやったっけ、あの3D みたいになるやつ、目より目にしたら 3D になる。あーあるよな、なんか、うん、たまにコンビニとかで売ってるやつやんな、視力回復させる本みたいな。そうそう、あれはなんか結構ね有名やけど、俺はあれ結構やってたけど何も良くなった試しないね。あとなんかさ、緑見たらいいって言わん、言うな昔から、うん、緑。あと遠くのもんたまに、その近くのもんばっか見てたら目悪くなるから、うん、遠くのもんを見なさいみたいなも言うよな多分。まあそれこそアフリカの在住の方すげえ目いい人多いっていうような、そのマサイ族、うん、そうそう、めっちゃ遠く見るから。いやでも至近距離のデジタル見てる条件で視力落とさないの結構むずいんじゃん。あれちゃん、その何
まあ、まあ、スロットを見るのはもうしょうがないからさ、仕事やからな、うんうん、だからあのスロット打ちながらなんか夢として遠くの見よう普通その何心意気、うん、言ったらあのまあその正確な性格さんがさ今どこを目標にしてるか分からんけど、うん、最初俺はそのラスベガスでラスベガスのカジノでぶち込むと、ぶち込んで、そのオーシャンズイレブンみたいに、うん、カジノごともその行ったるみたいな、はい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 、そういう遠いとこ見よう気持ち上気持ち上遠いとフィジカルとして、うん、そのもう近くのも見るのはもう見ざるええへんと思うにはもうしょうがないよそれは。そうやな、仕事から。だからそれでメンタルだけは遠くの方の見ていこう。まあまあまあ、メンタルでカバーしようということです。そう、肉体が無理やったら精神で。うん、まあ、あとはなんかもう単純に目をね、いたわろうと思ったらもうあれじゃないですか、スロット以外のデジタル機器は見ないとかストイックなことするしかないじゃん。 あれはブルーベリー。いや、ブルーベリーはめっちゃうさんくさいよな。ほんまに若さ製薬は、いやどうなんや、だからそういうなんかお薬みたいな形で出してるところは否定せんけど、ブルーベリー食べるだけで視力回復するみたいな俺疑ってんな結構。怪しい。いやなんかでもなんか成分があんねやろな、多分そういう目に効く成分みたいなのが。うん、目にいいやつ。あとなんや目にいい、なんかここにも聞いたことある気がしてんけど。でもブルーベリーはやっぱほんまにめっちゃ昔から言われてるよな。言われてる。なんか ロドプシンっていう視覚に関するタンパク質の合成に関わってるから視力低下の防止になるらしいですね。へえ。まあでもさっき KG が言ったみたいにレーシックはもう最終手段としてありよね。だってメガネ、まあ、KG メガネやけどさ、あの、うん、コンタクト俺やっぱり高いよね、そのデイ、あの使い捨てでやってるから。ああ、ラーニングコストがやっぱ高いんや。高いね。3ヶ月で1万円ぐらいいくから。結構高い。しかも一緒やもんな。そうだから、その3ヶ月で1万だけで聞いたら別にそんぐらい払えよって思うかもしれないですけど、これ積み重なって、だって俺15年ぐらいしてるけどさ、まあそっか 4×15 とか60万ぐらいは目に突っ込んでるって考えたらさ、死ぬまでって考えたら結構やな。めっちゃもったいないし、しかもレーシックで30万ぐらいでできるんやろ大体。もうすでにできるだけの額をコンタクトに突っ込んでるからな、もったいないなと思うけど。でもやっぱなんか目の中になんか突っ込むっていうのはもうちょっと考えられへんな俺は。もう怖くて無理やわ。でもコンタクトも目の中突っ込んでんじゃん。いやでもさ、そのレーシックってナイフ入ってくんやろ、目開けた状態で。いや分からん。いや、はいはい、どういう仕組みなんか分からんけど、いやなんか後ろのなんかを切んねん確か。その要は眼球にこうナイフ入ってくる。想像してもうそのもう見えてる状態で入ってくるわけやん。あ、やめて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 、室内やめてやめて。そうやろ。だからちょっとレーシックはもう最終手段ですけど、うん、ちょっとまだいまだに決心つかないですね。でまあ視力を落とさない方法は多分まあ、ケア、まあその今言ったぐらいしか知識ないですけど、ケアしてみてください。まああとはあれちゃいます、最悪目悪くなってもいいやっていう受け入れましょう。そうね、まあメガネとかあるしいろいろ見えるでしょ。見えるでしょ、うん、大丈夫ですよですね。はい、まあステッカーと CD 送るんで、それも
パチスロし、パチスロじゃねえ、スロットをしながら、聞いてもらったらと思いますので。緑やしな、あれ。そうそうそう、緑やからステッカーこうやって見る。ステッカーこうやって、疲れたら、あのステッカー、緑のステッカー見てもらって、そうやね、で、またそのラスベガス目指してスロット打ち続けてもらうっていう。いいですね。いいです。いや、素晴らしい。素晴らしい。うん、今日もまた一人救いました、救いましたね。はい。はい、いや、ノイキャンイヤホンね、俺導入したんやけどね。どうですか？すごいねこれ。いや、それすごいね。なんか精神と時の部屋入るみたいな、あの出だしいいよね。シュッってなくなるっていう、うん、あの瞬間。なんかアップルってやっぱそういうところすごい上手よね。そうやな、プロダクトを売るのがやっぱうまいね、あの会社。うまい。なんかそのなんていうかな、つけてる、その彼はなんかつけてかっこいいみたいなさ、うん、なんかおその iPhone のぬるぬる感とかもそうですけど、触ってて楽しいみたいな、なんかそのなんか身体的な楽しさというか。そうだね、あるよね、うん、あとなんかやっぱ無駄ないな、うん、ない。そのそこの、あのやっぱ iPhone と Mac 使ってる自分としては、やっぱりこの連動性の高さみたいなところもやっぱ魅力ですね、うんうんうん。でこのノイズキャンセルに関しては、俺人生で多分1回もやったことなくて、多分体験上。あ、へえ。だから意味もあんま分かってなくて、はい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 。で俺自分の部屋がその物理上つけれないから、そのエアコンがないんよ。で、へえ、あのなかったっけ、はい、そうそう、このクソ暑い中扇風機でずっと生活しないといけへんねんけど、うんうん、あの扇風機とあとコンピューターのその熱暴走を防ぐため の, あのファンをつけてて、まあ、その2つ、あ、なんかほーみたいな、そうそう、その2つをもう四六時中つけてるから、なんか一回も気にしたことなかったんけど、その音の大きさとかな、もうずっとついてるから分からんもんな、デフォルトになってるってから。でもこれがファッってこうなくなった瞬間に、おおってなったね。ちょっと感動した。きたーってこれかみたいな。そう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 、あ、こんなキャンセルしてくれんねやみたいな。せやね、そのなんか予想の20倍ぐらいすごかったから、ちょっとやっぱ驚きましたね。こう見えても俺結構やっぱアップル好きやから、俺ほんま発売日に予約して ね、あ、うん、予約日、開始日に予約して発売日に届いた口やけど、結構テンション上がりましたね。だってこのラジオで言ってくれてて、それが頭の片隅に結構ずっとあって、めっちゃいいでってずっと会うたびにも言われててさ、うん、うんうん、結構その何、あのこう俺見た目から入るタイプやからさ、あのちょっと疑っててんけど、このしめじ型、はいはい、どうなんやろ、はい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 。でもちょっとそのノイズキャンセルの機能はちょっと語れへんかったな、魅力。しかも結構音も良くない？めっちゃ良かった。うん、なんか結構自分の好きなタイプのなりしてくれるっすね、うん、なんか特にそのなんていう、無駄なドンシャリ感もなくて、で、ね、ちょっと低いところが強い、その硬い音が強いかなっていう感じはするけど、うん、なんか全然フラットに聞けるタイプのイヤホンですね、うんうん、俺とケージちょっと高いけどマジモンみたいになってるけどいやいや、ま、でも、いやでもね、おすすめよね、うん、うん、ちょっと高いけどいいかなと思いますね。うん、なんか下手にね、逆になんか他のちょっと聞いてみたい、使ってみたいなって最近思うねんけど、そのうん、聞き比べで、そう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 、まあ確かにな、エドバシカメラ行って聞きます。何個かあったらね、なんか自分のビート聞いたりするときとかも良かったりするもんね、多分。うんうん、うん、いいですね、ノイキャン。はい、ノイキャン、早くみんなノイキャンしていきましょう、していきましょう。チェイチェッチェイ。じゃあね、ちょっと今日早いんですけどね、これでラストのお便りになるんですけど、はいはい、ラジオネームオカポンタスさんですね。オカポン、はい、KG さん、ペコさん、こんばんは。こんばんち、初めてメールさせていただきます。どうす、普段からアマチュアラジオ楽しみにして聞かせていただいています。いやーマン、自分もおそらくペコさん、ケイジーさんと同世代で、中学生の時にキックザカンクルを聞いて以来、日本語ラップにどっぷりハマってしまい、今に至るのでラジオを聞いていて、はいはいはい、もう共感することが多くてとても楽しませていただいてます。
ざんざんす。前 KBD さんがラップにハマったきっかけの話題でヒップホップチェキというホームページの話をしていた時は懐かしさで下校上がりしてしまいました。下校上がり新しい、私は医療関係の仕事をしており、コロナの怖さを日々感じて仕事をしています。ペコさん、KG さんもいろいろ苦労していらっしゃると思いますが、騒動が落ち着いたらぜひ青森にも遊びに来てください。行きたい、めっちゃ行きたいんです、青森。俺これもほんまにいつかライブやイベントなど遊びに行けたらいいなと思っています。前置き長くなってすいません。お二方に一つ質問があります。昔からマイクリレーの曲を聴いていて疑問に思っていたことなのですが、一つのテーマを決めて何人かで曲を作る場合に、歌詞を書いた後に誰かと踏んだ音が被ってしまうということはあるんでしょうか。皆さん音にはそれぞれ特別なこだわりがある方たちだとは思いますが、もしぶつかってしまった場合、リリックを書き直そうとか思うものなのでしょうか。よろしければ教えてください。長くなって申し訳ありません。よろしくお願いします、というオカポンタスさんからの熱いメッセージでございます。オカポン、ありがとう。ありがとうございますね。あの、医療関係のお仕事ということで本当に、日々大変だとは思うんですけど、まずは、ご自身の体調を一番気遣って働いてもらえたらと思います。はい、はい、ありがとうございます。で、ね、同世代なんでしょうね、多分キックザカンクル聞いてっていうところらへんからひしひしと感じますけれども、どうです、そのマイクリレーの話。インかぶりね、インかぶりしたこと、インかぶりしたことあるんかな、インかぶり。まあそういうこと、単純なやつはね結構あったりするでしょうけどね、3文字とか。ああ、そうやね、そうやね、うん、そういうのはまあ無限にあるっちゃあるけど、まあなんか、まあ俺個人としては、高槻ポッセっていう大所帯のグループで活動してた期間が結構長くて、その時からあんまりなんかリリックの内容とかライミングでかぶって書き直したっていう経験は多分一回もないかもしれないですね。なんか内容がずれてたとかはあるよな。そうやね、だからみんなそっち行くんやみたいなとか、はある。なんかそもそもテーマを理解しきれてないとかも結構あったりするかな。天然出てまうとか、まあ、あとはなんか自分で書いててどうなんやろって思いながら迷って書いた結果やっぱりやめますみたいなとかもあったりはするけど、だから自発的よね常に。確かに書き直す場合は。あとなんかパッと今その具体例は思い浮かばんけど、なんか一個上踏まれるときは、そ、同じ曲じゃないけど違う曲の中で一個上踏まれるときはたまにあったりするかな。とか逆に自分がこれ来たなと思ってよくよく考えたらもうすでに誰か踏んでたりとか。ああ、あるね、ありますね。そうやな、だから結構だら俺なんか特に、まあ、KG も聞いてる量がすごい多いと思うねんけどさ、その日本語ラップで DJ してるとさ、やっぱ他人の曲をめっちゃ聞いてるから、なんかそれをそのまず要素として取り入れた時点で自分の中で一番こうパクリっていうかさ、被ってしまってるっていうのを分かっちゃうから、そこをいかに避けるかみたいなのは自然としてるかもしれないですね。なるほどね。そうそう、だからまあそのなんていうの、まあ、忘れてるやつとかも正直あんねや、多分自分で書いてて過去に誰かが踏んでたけど多分自分の頭の片隅に残ってて出てきてしまうものとかもあると思うから、無意識的なものはあったとしても、基本的にはその誰かと被らないように、まあ、特にそういうなんか、長めのライミングをするときはそれは意識するかもしれないですね。なんかあるね。でも一個の曲で被るっていうのは、なんかそのまあ結構さ、やっぱお互いが踏む因、
でさえこう長いこと10年以上やってると、そこにもこうなんていうかな、その人が出るというか。そうやね。俺だって多分その例えばこう左側に、うん、なんか言葉が10個ぐらいあって、うん、で右側にそれと踏まれた印があって、うん、でそのさらに、もう一個右に名前があって、うん、この印とこの印踏んだ人この中から選びされてたら、結構梅田やったら高確率で当てれる自信あんな。ああ、そうやな。それは結構お互いにお互いの特性を理解してるっていうのはあるかも。うん、なんかそのインパーソナルじゃないけど、ライムパーソナルじゃないけど、なんかそのあるよね。あるね。なんかやっぱ、うん、そう、土井健の踏み外し方とかで、なんかやっぱなんていうかな、そのファンクの綺麗さとか、うん、小不動さんの面白さとか、なんかテイクのかっこよさ、おしゃれさとか、うん、なんかそういうのは結構ね、分かる気がするな。そうやね、結構、うん、確かに分かるかも。だからまあ梅田サイファーにおいては特に発生した事例っていうのは今のところ自分が参加してからはあんまりなかったかなと思うね。まあ、基本的にそのせーのでドンって書くみたいなパターンもあんまないんじゃないから。そうですね、うん、最近は特にその1曲ずつのなんかあの強度を作るために誰かが書き出して、これこういうテーマで行くんでお願いしますみたいな形で投げられてきたりすることが多いんで、自然とあこういう風に来たらじゃあ俺はこういう風に行こうっていう出方をするパターンが多くはなってきてるかもしれないですね、うん、だからあんまり被るってことはないが回答になるかな。合ってる？いや、でもいやちょっと今考えてて、うーん、まあなんかバトルで小武道さんがでもやっぱそれね、同じ曲ではないな。ないな、曲はないな。バトルはそれこそ全然あるな。俺とかは、ね、うん、俺とか特にそうかな。だから人が言ってきたやつとかが頭に入ってて、俺即興苦手やから、多分その普通の梅田サイファーの中でもう即興が一番苦手な部類のタイプの人間なんで、バトルあんだけやってたけど、まあだからバトルで出てくるのは基本的に誰かが使ってるものとかが多かったと思う、自分でも。なんか、うん、あの反射的に出てるっていう感じ。はいはいはい、もう今ここで埋めるしかないみたいな頭になってるというか、うん、だからバトルは多いけど、だからそれをリリックまでやっちゃうともう無個性になっちゃうから。確かにリリックはなんかそこは最低限気をつけようと思ってるとこっすかね。うん、まあ、だからみんな結局多分その梅田サイファーのみんなは梅田サイファー内でこうある種競い合ってる部分がずっとあるから、うん、うんうん、そこがあるがゆえに自然と被りにくいのかなとは思うね。あとなんかそのやっぱお互いがお互い、さっきも言ったけど、なんかこれ小武道さんだけも話したかな、うん、なんかもう今やお互いがお互いの美学みたいな、ライムの美学みたいなのがあって、うん、ある種なんかお互い独立国家感あるというか、うん、それは結構思うかな、うんうん、言ったらなんていうかな、そのこの踏み方じゃないとこのフロー成立せえへんみたいなのもあるし、うん、この踏み方やから生まれるこのリズムみたいなのもあるし、そうやね、うん、だからそこら辺は結構逆になんか被ってみたいな、そのなんか5文字ぐらいで同じこの母音渡して、この母音だけで4小節書いてきて、4小節8小節、うん、16小節でもいいけど書いてきてっつって、それおもろいかもな。なんかさ、そのライムだけ先配られて、わかる？まあでもそれこそバトルなんじゃないの、それって。ああ、なるほどな。多分相手が踏んだやつを踏み返すのが強いとあれやもんね、加点されるイメージがあるもんね。確かに。
え、そのなんか、なんていうの、例えば、情熱、うん、小説みたいな感じで、うん、あのもう決まったライムを16個渡されて、はいはいはい、4人がで、その前の文章はもう好きにやっていいですと、うん、でリズムも好きにやっていいですと、でその言葉だけ、そう、そのライムだけは踏みながら小説進めていってくださいっつって、うんうんうん、曲作るみたいな。まあ確かにそれ結構新しいな。新しいんかな。まあまあ新しいか。まあでもなんかアイスバーンとかそういう作り方してそうな感じするけど。してる。なんかあれやんな、でもスチャ、うん、スチャとかは3人で歌詞書くっていうもんね。そう、実はシンコさんもね歌詞を書かれるという。そう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 。なんかそういう話は聞きますよね。そういう意味で言うと、まあでもなんか同じ言葉使うけど全然違うなんか。うん、雰囲気の歌詞になるみたいな意味では同じライム渡されてお互いがそれを元にリリック書くっていうのは結構なんか新しい試みとして面白そうな気もするけど。まあ確かに一つ新しい手法として、まあなんかやってみたいですけどね、そういういろんなチャレンジを、うん、まあ、いいんだけ小武道さんに考えてもらって。そうやな、お互いがお互いの何かをカバーし合うみたいな面白いかもしれないですね。小武道さんの印でみんな書き出したらすげえ。いやーほんま結構それも面白さやな。そのペコヤンとか小武道さんの印渡されて、うん、どう調理すんねやろみたいな。そうやな、もうリズムにはめてみるしかないよね多分。うん、うん、いやだってな、スーパー弾丸論破とパタカのローバーとか渡された日にはどうしようってなるような、どう調理しようみたいな。小武道さんしか無理やからなあれは調理はなあ。ほんま、ペコヤンがそれ言ったら何とも言えん空気になりそうやもんな。キャラも崩れるしな難しいとこです。一回やろう、はい、それ一回やりましょう。メダで、ね、まあでもほんま結構だからある意味ね、こんだけ人数いてそういう現象が起きないこと自体が奇跡的なのかもしれないですね。まあ確かに、うん、まあほんまこれから出る楽曲とかも期待しててくださいって感じです。そういう意味でも。そうですね、はい、ほんまにやばいもんしかなさんから、ね、こっから先。そうよ、すごいことになってるよとか言っとく。うん、クレバーっぽい。いや今のはゆーちゃんだ兄貴を意識してんけど。あほ、うん、クレバーっぽかった今の感じ。クレバーさんどんな感じかな、その時マジでみたいな感じじゃん。マジでクレバーさんまだ YouTube やってる？いやちょっと最近見てないけどやってはるんちゃう。また久しぶりに見ようかな、うん、なんかね最近そのダウ系の YouTuber がすごい増えてきてて見る時間。ダウ？そう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 。へえ、トラックメイクしてるってこと？いやもうなんかそのトラックメイクとかのレベルじゃない、ね、でも編曲とかもうそのなんていうの、編曲家の人たちやから。ああ、アレンジ、すごいレベルの人がおんねんけど結構フォロワー少なかったりしてなんかもったいないなと思って。それは Tips を教えてのもあるし、増えてる感じな。でもちょっとやっぱりレベルが高すぎてついていかれへんっていうのは正直あるかな。あ、逆に何してるかわからんみたいな。そうそう、例えばまあなんかカミチンさんっていうそのジャニーズとか LDH 系とかにも提供してるあの作曲家で1年400曲ぐらい作るらしいんやけど、まあそのギタリストでまあなんかどういう風にそのピアノを打ち込むか教えますみたいな動画があんねや、うん、でそれ要はゼロから、うん、あのコードトラック全部組み立てるみたいなやつやねんけど、もう早すぎて、しかもなんかどういう理論でここをこうしてるかとかの解説はもうなんかバイブスで
なんかもう喋ってんねんけど、何言ってるか全然分からへんっていうか、長島修行的な感じ。あ、そうそうそう、もうほんまにすごすぎて全くついていかれへんね、これは。でもすごい面白い、やっぱりその道のプロなんで、やっぱり、まあそらそうやね、うん、やっぱトラックメイクとその作曲では全然レベルが、やってることが違うから、まあまあ その分なんか正確なものを作られてるって感じですけど、俺らみたいにいびつなもんは逆に作るの難しいのかもしれないけど、でもなんかそういう YouTuber が今増えてて面白いよ。ちょっとチェックしてみよう。カミチンさんね。カミチンさん、うん、この人要チェックや。要チェックでお願いします。お願いします。まあ、そんなとこですかね。そうですね、言うても僕ら明日ヌンを救いに行かなダメなんでね。そうだね、だから今日のあれはおすすめはエアポッズっていう感じですね。そうですね、うん、エアポッズ太郎って感じで、まあ、リンク貼っとくんで興味あればアマゾンで買ってみてください。ぜひ購入してください。はい、全部今後ね、紹介したものをちゃんとアマゾンリンク貼ってあげようっていう話になったんですよね。そうです、丁寧やなって、その方が、うん、だからダンゴムシも、ダンゴムシ売ってるんかな、アマゾン。売ってないやいや、見とけよ、ダンゴムシ売ってないかな。アマゾンだってあれやで、生き物も売ってるからな。うん、あ、それペットショップが出してるってこと。うん、なんか分からんけど、タニシとか。へえ。ダンゴムシのねフィギュア売ってたんで、これを関係あらへん。ダンゴムシのフィギュアいらねえな。え、なんでな、来世ダンゴムシかもしらんで。いやー、俺がコーヒーからあげに行くわ。そうやとしてもいらんわ。待っとってな。フィギュアは、まあ、やっぱポケモンのフィギュアしか今あんま興味ないんで。いや、まあでもな、フィギュアいるかって言われたらフィギュアいらんな。まあ KG は特にいらんな。俺は結構そういうの好きやから部屋にいっぱい置いてるけど、邪魔やろ。フィギュアって見て楽しむ感じ？なんやろ、楽しむとかもないな。別に置いといて、まあ置いてあるなっていう。でなんかまあ人来た時にこれなんなんて言われると、まあ、これなんとかやって説明するアイテムって感じ。自己満足やな、完全に。アイテムなそれ。でもなんかこう好きなものがこう目に入ると、あ、好きやなって再確認できるみたいな感じかな。なるほどね、うん、まあとか言いつつね、もう完全に任天堂スイッチ売ったんですけどね。てかプレステ出たよね。出るよね。はい、ちょっと俺もまだそんな情報は仕入れてないんだけど、今日なんかチラッと出た出るみたいな見て、おおと思ってんけど。発売ね、決まったよね。すごいよな。なんかでもすげえ、こんなこと言ったらプレステファンの人に怒られるんかもしれないですけど、なんかデザインなんなんこれって思ったけどね。なんかでもさ、エヴァンゲリオンっぽくない？めっちゃ思った。あと仮面ライダーのいつかのシリーズのにこんな人いんねんな。スペースシャトルが多分モチーフになってるやつ。仮面ライダーのスペースシャトルなんや。そこもいろいろツッコミの子はあるんやけど、仮面ライダーってもうもはやモチーフは虫じゃなくなってるんで今、まあ、今バッタじゃない。今のゼロワンってやつは多分そのバッタやけど、多分何それ。そうゲームとかがモチーフになってたり、なんかいろいろあるんですよ多分。いやでももう PS5 は結構どうなんこれ、デザインどうよ、プレステ持ってる KG としては。ちょっと一回見てみるね。許せんのこれ。まあ俺結構何気にね、あのソニーのデザイン毎回好きな。なんやこれ。
何これ、なんか何とも言えんな。空気清浄機みたいな。もう何やろこれ。なんかトイレの、高いホテルのトイレの隅に置いてありそう。加湿器ね。うん、何かは分からんけど。何やろうねこれ。まあでも何とも言えんよねこの感じ。どれが好き、一番プレステやったら。やっぱ2。ああ、3のなんかシュッてなってんのもいいけどな。そやな、ちょっと丸い感じ、シュッて。3、4じゃないやっぱ。そやね、うん、3。え、 2のさ黒くなってさ、うん、ごつく、なんかあのなんかなんていうん、ガンツっぽい感じよくない。ああ、いいね。うん、これは2と3かな。あ、でも 3やな、やっぱ一番いいのは3かな。確かに3なんか未来感あるような。そうやね。でやっぱ黒がいいな、単純に。白色結構嫌やわ。これ一色なんかな。多色展開やったら出すんじゃない、やっぱり。もう発表日に。多分なかなか。え、でもスパイダーもあるからな。え、いやどうですかね、ちょっとまだ。まあちょっとゲーム、そのなんていうの、出てくるゲームのソフトによるけど、勝っても多分する時間ないからな。もうゲームはジジイになってからしようって決めてるから。いやほんまね、最近だから俺もさっきさ打ったって言ったけどさ、結局そこなんよね、うん、勝ったらいいけど。ほんまあ、それこそ最初出た次の週ぐらいはさ、あの梅田サイファーとかでライブがある時に俺持って行ったりしてたよ、うん、してたね。そうそう。でもさ、楽屋でやっぱちょっとやってみるけどさ、やっぱなんやかんや、その出演してるやつがゲームしてんのってどうやねんみたいな良心の呵責に勝てなくて、結局やらず、はい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 、で帰り道とか電車やからできずみたいな。こう恥ずかしい、電車でやんの。そこは胸張ってやれよ、そんな好きな。いやいや、なんかやっぱでかいからさ、子供とかがさこうわって覗いてきたりするのさ、電車でやり続ける大人ってどうなんやろみたいな。結構そのね、子供もいて、でなんかいろいろ考えた結果、なんかそのなんていうの、やっぱちょっとやる場所考えようってやっぱなったんよ、自分の中では正解として。でまあ新幹線がやっぱ一番良かったよね、あの時間的にも閉鎖されてるし、ある程度新幹線最高やなと思っててんけど、まあその今のタイミングでいろいろなくなったじゃないですか。はい。そしたらもう移動もしなくなってさ、いよいよ。確かに。ついにやる時間なくなったなってなって、すいませんって謝りながら、発表される前日に売りました。まあだからジジイになったらさ、お互い年金生活になったら、朝集まってサイファーして、お昼間暑くなったら誰かんち行ってゲームして、夕方涼しくなったらサイファーしよう。まあそういうぐらいしかできないよね、うん、ジジイやしですね多分。さすがにもうその頃にはもうライブもそんなブッキング来ないやろうし、1年に1回大きなフェスがなんかあるじゃん、なんかジジイバンドが集まるみたいなんで、ですね。上田サイファー奇跡の再結成みたいな。なんか3人ぐらい死んでて家 DJ ブースに置いてライブしよう。いいですね。コブドウさんとファンクとガガの家置いて。そうしましょう。しましょう。あ、まあ今日もなんやかんや2時間になりましたね。1時間ぐらいで終わろうって言ってたのに。難しいよなこれ。むずい。むずい。むずい。やっぱりね、ギフトカードの台本が必要よ。いやほんまそれ。ギフト、でもギフトカードすごいな。いやギフトカードすごいよ。やっぱりやつは1時間の構成を完全に作ってたから、あれ通りにやったら1時間で終わんもん、やっぱり。なんか例えば
だらだら喋っちゃうね。いやもうだって再現ないからな。確かに。まあまあでもいいことじゃないですか。あのね、今日はスロプロにも出会えたことですし。そうですね。スロプロにとって2時間なんか結構退屈作業でしょうからね。当たってるかスロプロ今。今当たってんじゃん。回ってる。回ってんじゃん。正確確定演出じゃん。そこや。今や。行け。行け。イラってしてるよな。これ今負けてたらイラってするよな。こいつらもう聞かんぞ。もう聞く。いやいやでも頑張ってください。当ててくださいね、ほんまに。ほんまに頼みますよ。当ててまた結果教えてほしい。いやほんま、おかげで勝てました。なんかお前らのせいで負けたわ。なんかどっちでもいいんでお待ちしてます。はい、まあ、とりあえず明日ね、明日じゃない、今日や。今日ね、放送してますから、18時から22時頃まで。ぜひ見てください。そうですね。それです。そのために撮ったんですよ、今日。そうなんですよ、無理して。今何時か知ってる？みんな、1時20分。あはーん。あ、ほんであれや。でも、あさってや。あさってあれがあるやん。あ、月曜、明けて月曜、そうです、月曜、テラさん呼んで忘れてまた生放送やりますよ。生放送何回やんねんっていうぐらいやってるからね。はい、あのアマチュアラジオの、テラジャピリオットのテラ、ブラワークスのテラ、知ってます？みんなテラ、はい、テラ呼んだ回をやりますんで、ぜひとも皆さん来てください。生放送です。ちょっとまあこれ改めて告知しますけど、明日。そうですね、はい、我らがテラチューンで、テラチューンでやりますんでね。やりますね。よろしくお願いしますよ。待っとけお前ら。はい、ということでちょっとね、今日ダラダラ気味に喋っちゃいましたけど、こういう回もあっていいんじゃないでしょうか。アマチュアラジオ第29回、次30回テラ読んでやりますけど、29回はこんな感じで終わりたいと思います。壊れんのかな。あれ、まあ、はい、そんな感じで、はい、そんな感じです。あれ、いや、何もないです。特にさ、言うこともないです。うん、なかった、はい、よし、じゃあ今から DJ とライブ頑張ろう。打ちかましましょう、はい、やったりましょう、やったりましょう。いったんぞ、ほんま、お前らついてこいよ、俺らに。分かってんのか。待っといてくれ。じゃあ、アマチュアラジオ第29回ここら辺でお別れとなります。お相手は私、梅田サイファー黒子からペコと、オーキード博士からもらうポケモンは絶対人影と決めている KG でした。ありがとうございました。ありがとう。ポケモンゲットだぜ。ブブブブー。アマチュアラジオ。